愚中衆及び欧永十六年八月二十五日は、南北朝時代及び室町時代の臨済宗の僧、美の国の出身。道合ははじめ具安、後に愚中と改める。衆及びは意味な。死亡は仏徳大通禅寺。愚中は七歳で寺に入り、十三歳で京都臨泉寺の無双祖籍に指示して出家した。その後、 無双皇帝の春を君を派等に学ぶ。比叡山において、会を受けた。1341年19歳の時、京都の県民寺に葛釈し、高山寺将の上堂説法を聞いて、岩町渡航を決意した。そして天竜寺船に便乗して、中国原に渡った。最初は、明秀姉橋草原寺の月光正しいに参じた。ガツ、光正しは、 具中衆及びに、具安の道号を与えた。ついで、チャンスー賞鎮公士の金山寺にいたり、即休憩寮の下で、修行退墓し、その方を継いだ。元で修行すること10年、官能2年、昭平6年に帰国した。博多に到着し、前年に帰国して、幕府の指示を待っていた、同じく留学像の達山と組と共に、京都へ向かった。 そして天竜寺の武装祖織にその弟子を通じて、奉仕を返すことの報告をして、了解を得た。すでに老齢になっていた死の武装祖織は、愚中を迎え入れ、肩を許した。その時、天竜寺に滞在していた元の僧侶、東領栄夫との通訳に、愚中を当てた。そして元の高南から帰国した僧から、師匠の即休憩料宣言の不法を聞いたのである。 同じ年には日本での死、無双祖籍が宣下し、多くの絵げの僧が天竜寺を去っていったが、愚中衆及びは死の無双祖籍の恩徳に報いるため、天竜寺の臨戦寺に泊まった。昭平八年、辰山徳美が南禅寺の住職となって、愚中衆及びを初期に生じた。そして辰山徳美の補佐をしたのである。辰山の血清が行われ、愚中が、 金骨説法をしたとき、死の即休憩量から死法したことで難を受けたため、ついに御三を去ることとなった。それから以後は、京都の地に足を踏み入れることがなかった。その後は遠離れ、各地を三輪修行に専念した。そして、常時四年には、丹波の地頭の大中富宗安が、愚中修及びを解散として招いて開いた、丹波国天令寺で、多くの修行者を指導した。 そして、欧英2年には、日本各地を暗夜していた。具中州及びが、紀の国の龍門安から九州に赴く途中、秋に立ち寄ったとき、かねて具中州及びの名声を聞いていた、小早川春平の深い気泳を受け、欧英4年、小早川春平会期、具中州及び解散で、物数字を改装した。寺べは、 愚中衆及びの中国の詩である仏通禅寺の号を取ってその事号としている。そして愚中衆及びの名声は遠くとの将軍にまで伝わり、王永十四年、足利義持は使者を使わして、衆至るに法号を求めている。その後それを義持が、五小松天皇にその旨を奏したことにより、天皇から南禅寺と並んで死一致とする、胸の有志が仏通寺に可視された。 王永16年8月、天寧寺にて自弱。横飛ぶき87。その後仏徳大通禅寺と直送りなされた。遺骨は天寧寺と仏通寺の両寺に埋葬され等が建てられている。仏徳大通禅寺五六。ありがとうございます。